こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。安倍元首相と同じ病気なのかな。便秘と下痢を交互にしてきますね。今絶賛下痢中です。ただまあ暑くなって水分たくさん取ったのでその影響もあるかもしれませんが、困ったもんですね。サムネイルはかぼちゃの煮付けです。かぼちゃの煮付けで、チキンステーキですね。チキンステーキ、特大を2枚分で、酢の物ですね。これは母親がに押し付けられたやつですね。で絶賛お腹を壊しているので本当は梅干しとしそだけにしたかったんですけど、食べ物を粗末にするのが嫌なんで解凍した2キロの鶏もも肉を使い切らないといけないのでチキンステーキで、母親に押し付けられたのでかぼちゃと酢の物ですね。本当は梅干しと白がゆにしたかったんですが、おかずの関係で白ご飯になってます。はい、体重測っていきましょうか。何キロかですね。絶賛何キロでしょう。思いっきりお腹壊れてますが、ただ木下先生とお茶会があったので結構水分は取ったのかな。絶賛お腹を壊してますが水分は取ってます。はい、体重 55.7、 まあ下痢をしてるからこれはもう当てになりますね。体重 55.7、 600g 減ってますね。体重 55.7、 体脂肪 11.7、 基礎代謝1323、内臓脂肪レベル3、筋肉量 46.6、筋肉量スコアマイナス2、筋肉量 46.6、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6 と。でもう一度、体重 55.7、 体脂肪率 11.7 です。はい、もう一度サムネイルのかぼちゃの煮付け、チキンステーキ、酢の物、梅干しとしそ漬けで白ご飯です。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございます。